この計算は事務の人たちがしてくれるから、はい、大丈夫。でもし何かわからないことがあったらいつでも聞いてくれればいいよ、はい、ね、こうな、これなんでこういう風になるのかなって疑問に思ったら、疑問に思う。たとえ伝説に入社してくれました。はい、ね、ロンリーです。はい、インドネシアから来ました。ね、遠いね、インドネシアね。はい、遠いです。ね、飛行機から8時間ぐらいです。ああ、遠いね。でもロンリー君、日本語上手ね。まだまだ。今もね、契約書を説明したんだけど、本当は今日は英語の通訳で娘を連れてきた。結局ね、日本語全部わかっちゃったね。うん、ありがとうね。今 N4 だもんね。まだ N4 です、ね、皆さん N4 だとロニ君これぐらい喋れます。でも月曜日にロニ君 N3 の試験を受けるもんね。うん、はい。だから N3 ってよく皆さん今外国の方からかって会社にたくさん入ってもらってると思うんですけど、 N3 を受ける子はこれぐらい喋れるね、ロニ君ね。はい、上手だね。うん、すごく上手だと思います。なので N4 を持ってる子がいると日常会話は大体できるね、うん、だよね、うん、なので皆さん本当にね、彼はインドネシアの大学を卒業して日本で働こうってこう来てくれるんですけど、外国の人たち本当にね一生懸命やってくれるし、真面目な人が多いしね、カテロニ君みたいに優秀な人がたくさんいるんで、ぜひとも皆さんもたくさんね、外国の人たちね、優秀な人いるんで一緒に働けると楽しいんじゃないかなと思います。うちの会社も今みんなインドネシア語も勉強してるんでね。あ、ちょっと喋ってもらっか。また片言になられる。もう頭閉じてるやつ。おはよう、おはよう、おはよう。すまない。おい、教えてまとめて。でも我々もインドネシアのことを知る機会をもらったから楽しい、ね、うん、だからロニ君が一生懸命日本のことを覚えてくれるように我々もインドネシアのことをたくさん勉強するから教えてね、はいはい、一緒に勉強しようね、はいはい、なのでこの YouTube を通じてインドネシアも YouTube 見れるもんね。見れます。でこの動画をロニ君のインドネシアにいるお父さん、お母さん、友達にね、はい、見てもらえるといいよね。いいです、うん、だからこれからロニ君日記をお届けしますんで、たぞえ伝説のページの中にロニ君日記のページ作る ね。 ね、そうそう、みんなに見てもらえるからね。恥ずかしい。あ、これ、はい、今ね、皆さん気づかなかったですよね。僕、私今、左手で触ってしまいました。大丈夫です。いいです。でもダメなんだよね、本当は。あんまり左で触るのは嫌だよね。体は大丈夫です。あ、そうなんだ。インドネシアでは、やっぱ左はあまりこう人に触ったり、握手とかは絶対右手ですし、やっぱりそういう文化の違いがあるんですよね。だそれはやっぱ我々も気をつけていくね。はい、嫌な時はちゃんと言ってね。はい、言ってました。あとね、難しいのが日本の建設業だと指差し故障ってありますよね。で、物を指すのはいいらしいんですけど、やっぱり人を指すときはこうやって指を指すと失礼に当たっちゃうんですよね。これはもうインドネシアの国の皆さんがもうそういう風にね、はい、それはもしインドネシアの、ね、方と会ったときは皆さんも気をつけてもらうといいね。いいね、はい、はい、我々も一つ勉強していくんで教えてね、ロボット。はい、はい、ね、頑張って、じゃあ早く仕事を覚えてね、日本のこともたくさん覚えてね、うん、でみんなで社員旅行でインドネシア行こうね。はい。まだね、国に帰るもんね。一緒にですね。そしていろんなとこを紹介してもらえると楽しみ。小林くん何も喋っとらんね。入る間がないってさ。ちょっとなんか、いや、だってあー、唯一言いたいなと思ったら、頭触っちゃいけないよも言わなきゃいけない。あー、そうなんですよ。そう、頭ね、それは絶対、ね、絶対だから、ね、今だであれね、頭をやっぱ触っていけないっていうのと、やっぱり物を渡したり何かこうした時も今左手よりかはね、右手でやった方がいいよね、はい、よし。
そういうのをあのロニ君日記でお届けしていきますんで、あの楽しみにしてください。あとアニメも用意しておきますから、数え伝説、あのワンピースでも何でも楽しみもありますから来てね。何それ何それ、何それドラゴンボールも用意しておきます。ちょっとなんか知らないじゃん、盛り上がっとるんで、そうかそうか、分かんない。でインドネシアの人たちがこのページをね、うちのチャンネル見てくれて、例えばインドネシアの人が日本の何か知りたいなとか何かあったら伝えれるといいよね。うん、はい。ね、インドネシアの人にもたくさん見てもらえると楽しいね。うん、はい。はい。じゃあそんなページにし、あ、チャンネルにしますんで、ロニ君日記を楽しみにしてください。ね、ロニ君、頑張ろうね。頑張ります。はい。じゃあということで、さよなら。さよなら。OK。OK。